ギリシャでは総選挙が6日行われ、票の集計が始まりました。債務危機を解決するための財政緊縮策に賛否が分かれた模様です。今回の総選挙は少数政党が乱立しているということで、この地域だけでもご覧の通り、政党25の政党からですね、一つの政党の候補者を選ぶことになります。事前の調査では単独過半数の政党はなく、財政緊縮策を進めた連立与党が過半数を取れるかは微妙な情勢です。政権の組み方によっては年内に再選挙という見方も出ています。ユーロ混乱の発端となったギリシャは再び債務危機の可能性も指摘されています。